つやつやつや咲きのトールでございます。こんばんは。明日の早朝からですね、あのサトピーさんにですね釣りに誘われたので行こうと思うんですけども、私起きれる自信がないので、その釣りの場所でせっかくなんで一発車中泊をしたいと思います。というわけでそちらの方に向かっていきますので、セブンイレブンでお買い物をしましょう。お買い物後へようこそ。どうぞ。ファイヤー。晩ご飯は食べてるんですけどね、明日の朝ごはんとちょっとだけね晩酌しようと思って。ああワンパンマン出てた。面白いよねワンパンマンね。もう進みが遅い。何年間ガローやってるんだ。向かいまーす。寒いかな。タヌタヌ坊やがいましたね。こっから先はね人間の領域ではないんだ。人が足を踏み入れてはいけない場所。隔離用事や。マジで今映んなくなったよね。マジで今映んなかった。あー怖い。映ってないこれ。なんで映んないの。おーし、着いた。着いたー。何なの。着いたー。波の音。めっちゃ月が綺麗でね、これもう GoPro じゃ伝わらんけどね、めちゃくちゃ明るいっす。ちょい寒。やっぱ GoPro はね夜に弱いからな。おっと濡れたら終わり、濡れたら終わり。デジカメ撮ったらこんな感じね。めっちゃいいでしょ。電気があるうちにさ、サップ膨らましとこうか。ことあるね。朝やるのしんどいからな。朝の腰は本当にクリームブリュレの上の部分ぐらい繊細だから。わ、めちゃくちゃ早い。で、これを乗せとく。顔に砂。こういうことや。めっちゃかかった。 OK、 明日相当楽になった。これで安心して寝れる。上にあれつけてるみたい、キャリー。では中に入りましょう。もう応急的にこれでいいや。その辺の布もちょっと整理せなな。新しくしてったから今度整理しよう。黒やめたんだよ、中が暗くなるから。まあ今日は仕方ないけど。まあ、はてさてね、言うてね、サトピさん来るのね、朝5時とかいう感じなよ。おかしいよ。5時は夜。ツヤザキ人の24時間サイクルおかしい。狩猟民族のそれやもん。だからね、あんまり遅くまで起きとったらね、ポカやらかすんで。なんかやりたいことあったらシャシャッとやりましょう。これとね、これをね、買ってきたからね。これでちょっとしっぽりさせるぐらい許してもらいましょう。みんな大好き。ピコグリボーイ。ピコボーイ。ちなみに、映ってるかな。 12W 12W 今使ってます。意外と早いです。ティファールよりちょい長いぐらい。これを横でパソコンしながら待つという。ちょっと見てこれ、むちゃこしたい。見てこれ、この秘密基地、このシークレットベース。夏の終わりたまりませんな。デスクトップが自分なやつはナルシストらしいです。大丈夫、人生ちょっとナルシストぐらいがちょうどいい。もう待ちきれん。乾杯。いいですな。これで明日朝から釣りってね、めっちゃ優雅やな。貧乏人だとは思えんな。かつかつよ、ここで置くとこあるけど、これで映画も見ると。これもうほらすごい。これはエンタメ大特化のキルアの兄ちゃん、競馬欲しくなってきたでしょ。ございましょう。怖くないよ、競馬は買っていいんだよ。ですけど、こんな感じで映画も見れます。もう湧く、もう湧く。多分5分くらいかな。駐車場後ろ側にあるんで結構簡単に動ける。ギャーって行ったんですね。ほぼ湧いた。ほぼ湧いた。内臓、入ります。今私はここで、美味しくなるために生まれた内臓、あなたの内臓と一つになるぞ。こういう感じだ。5分だ。5分待て。テケタテケタ。
何ができた？内臓。あ、でもこれお湯沸かして沸騰させて十数分やったから、さすがに1分に 1% ぐらい使ったな。 82% になった。残りそれなりに IH は使います。もう十数パー以上の幸せが僕を待っている。ひゃっほーひゃっほー。これはいかん。これは怒られる。怒られるよ。俺の怒られるやつよ。我晩酌を楽しむものなり、ノンアルコール、ウィズアウトアルコールということで、幸せかもしれない。ザザスカイいただきます。これは幸せ。持つと一つになれる。まずは、あーうまい。食べ合わせなんか知るか。いただきます。幸せを口の中に入れられる形にしました。2個目。あ、これも汁もそう。豪族、豪族、豪族の暮らし。ここは古墳。熱い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 。そりゃそうや。あ、意外とたったこれ一杯でも熱いな。なんかめちゃくちゃ沸かさないけんけん、めんどくさいイメージあったけど、ないより100倍増し。あー、いいかもしれない。あったかい。この膝あっためよう。多少何百ミリリットルでもいいね。幸せだな。トゥルルルー、ごちそうさまでした。さあもう時間がね11時なんで、さすがに寝ないとね俺明日起きれない。ちょっと作業とかしようと思ったけどやめよう。まあ、でも遅刻することはないね。ここ集合場所やから。もうだってもうついてるもんこれ。ちょっとまたの機会にこれやろう。ついに冬になりましたので、冬じゃあ寒い時期になりましたので、このモコモコを復活させたいと思います。ミノムシ型になってて、足突っ込めるラグみたいな、足先かなんかが寒いと嫌だから湯たんぽ入れといて置いとけば、足あったか、あったかいけどなんか異物がある。こんな感じで私本日寝れますと。周りさほら鉄ですからキンキンに冷えるのよ。床暖房の逆みたいな、壁冷房みたいになるから、壁から離れれば離れるほどあったかいことに俺は気づいたから、今度から真ん中で寝ます。この時期はなんで今まで端っこで寝よってのよ。むしろ俺大学出てんだけどな。やっぱもう寝たがいいかな。全然楽しいけど、寝たくないけど、もうちょっと楽しみたいな。海の音もすごいしな。寝る準備しよう。他人に迷惑かかるからな。エガちゃんみたいなやつを先に入って腰冷やすとねやるんで、これ去年から愛用している腹巻きです。よっしゃーよっしゃっしょっしょい、よっしゃっしょっしょい。まあちょっと汚いけどこういう感じの寝床ですね。夜は別に静かにする必要ないけど、誰もいないから寝床が完成しました。あったかそうですね。ではですね、明日も早いのでおやすみなさい。おはようございます。5時間後もうちょい寝てて、やっぱり夜より朝の方がお寒いでござんすね。肩寒い。ほんと湯たんぽ助かった。これ乾燥対策にもなりますわな。クリコトコト濃厚クラムチャウダー、いつのやつかわからん。賞味期限、粉には賞味期限ない。早朝の車の中からクラムチャウダーが飲める貴族ですね。これは有力貴族ですよ。これは贅沢家族。優勝者。皆さん湯たんぽ買いましょう。パンパン入れたらマジ朝どころじゃないぐらいずっと暑いやろな。じゃあ早速釣りの準備もしていきましょうかね。これは演出だ。
パー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 。じゃあちょっと横にしますよ。あーごめん、ありがとう。窓には何も撮れんやろ、周り暗くて。外では何にも撮れないっす。肉眼は超明るいから。この火薬の重量にも慣れてきた。こんなやってまず頑張ってんだね。一人で車中泊でございまして、今から釣りの準備をしていきたいと思います。おやすみなさい。